小口から先、滝上、長門市方面ご利用のお客様、そのままご乗車をお願いいたします。この程度は小口発長門市行きワンタンカーの放送程度です。無事着きました。やっとこさって感じですけどね。今12時45分か。長田市で峰線も運転再開したみたいですね。それがもうすぐ来るみたいなんで案内があります。切り離し作業するのかな。あ、いいですか。はい。で、この辺りは、あ、今昼休み中なのかな。で、こっちに観光案内所とかもあってって感じみたいですね。なるほどね。で、問題は、中学の方なんですけど、お昼のやつ逃しちゃったんですよね。次は16時15分ってなってるというか、えらい間が空いちゃうんですけど、ただ、なんだ、ただここは、外でよ。ただ、仙崎までは、なんかもう歩いても行けるぐらいの距離らしいんですよ。まあ、ただちょっと雨だけ怖いんで、ちょっと土産物だけね、まず先に買って、で、クレとかでも買ってた、あの裏技ですね、とりあえず荷物とかもパンパンパンになって、これ持って歩いてゲリラ豪雨打たれたらもう元も子もないんで、先にまずちょっと土産物を買ってしまって、で、郵便局がその先にあると。で、その郵便局でとりあえず発送かけちゃおう。それでちょっと身軽にして、でそこからバスもさっきの、どこだっけ、徳山じゃなくて宇部の、宇部だ、宇部のところとはちょっと勝手が違って、歩いても行けるぐらいの距離やし、バスもね、なんかね、いろんな路線がもうバカバカ走ってる感じなので、結構待っとりゃバスも来るよぐらいで、こっちの近江方向、こっちの方に抜けてくバスが、結構、頻繁に行くとか何種類かバスが走ってるらしいんで、比較的簡単にこの仙崎線の仙崎駅には行けそうです。で、一応駅の行った先にも道の駅があって、そこにもなんかいろいろ買えそうですけど、とりあえずね、駅からもうすぐここに郵便局からね、これ発送かけてあげたいんで、もうこの辺りでちょっと土産物を物色しましょうか。よし、あ、で、とったら土産センターがある、ちょうどいいかな。ちょっと前あれ見てみよう。ちょっと先生が手を置くな。
ガチのフリーマン。あ、ガチの。こっちの大道間の方行ったらいいみたいですけどね。よし。当たっていこうかな。あ、もうそこだ。郵便局。土産センターはどっちかというとなんか海産物とかそんな感じのが並んでおったんで、パッと見たらちょっとね、送るのにね、生物が常温品でないとね、ちょっといけないですから、ちょっと対策考えましょう。長門郵便局は特定局なのかな。集配でも集配やってるよね、さすがにこの規模だったら。もうなんならこのまま歩いて行っちゃってもいいですけどね。そうですね、さすがに。あ、そうです、赤い郵便局ですよね、さすがに。いや、もう晴れてるうちに行っちゃうか。うわ、白車がある、懐かしい。電気持ってるし、今の日にあるかな。結構でかい雲が迫っては来てるんでね、こっち側から来るんですよね、雲が。いいか、歩いて行って道の駅でいろいろ買おうかな。青海島、この青海島に行く途中ぐらいであるみたいですからね。
山口九州で三九なのか、あの三九もそこから来てるのかな。三九ってあの仏中の方のね、三九のイメージが強いですけど、あでそこ走ってるのがその仙崎線なんでしょうね。はあ。